はい、どうも、ダビオルジョンスカです。ジョンスカです。僕たちからご報告があります。中南米の旅のクラウドファンディング目標金額 100% 達成しました。ありがとうございます。ありがとうございます。早かった。いやびっくりしました。本当にありがたい。まあ、本当に最初は80万円貯められるのかどうかすら本当に不安だったこのクラウドファンディングだったんですけど、本当に想像以上の方に、応援拡散ご支援していただき、もう本当に想像以上の速さで達成させていただくことになりました。これまで応援拡散してくださった方々、ご支援してくださった方々、本当にありがとうございます。で、現在のクラウドファンディングの支援状況がこちらになります。はい、そこで僕たちはこの度このクラウドファンディングでネクストゴールを設定させていただくことになりました。そのネクストゴールはですね、中南米にて実行する旅企画5選プラス撮影編集に必要な機材3点になります。当初の目標金額80万円というのは、最低限これだけあれば中南米を旅してブラジルまで到達できるというものでした。なのでネクストゴールはこの中南米旅をさらに面白く見応えのある動画を皆様にお届けするというテーマから、このようなセカンドゴールを設定させていただきました。そして僕たちが絶対実行したい旅企画5選1つ目はマチュピチュ最安登山です。ですマチュピチュが言いづらいんで、まあいいか、いいんじゃない、いいんじゃない。2つ目がパタゴニアと地球の果て鉄道です。で、3つ目がイクロコ島の大都市イキトスへのアドベンチャーでゴーです。4つ目が標高約3800メートルにある天空の湖チチカカ湖です。で、5つ目がチャレンジングな国々ギアナ三国です。そしてこれらすべてを行くための費用としては大体21万3千円となります。計算しました。次に、撮影編集に必要な機材3点なのですが、こちらについてはもう僕たち旅を始めて1年8ヶ月もう現状使っているカメラ、パソコンなどの機材に相当ガタが来ております。そこでこの中南米旅をさらに魅力的なコンテンツにするために以下3点の機材の資金を集めさせていただきたいと思っております。1つ目の機材がカメラです。現在この使っているカメラなんですけど、少し衝撃の強い険しい道とかちょっと太陽に当たりすぎたりするともう電源がつかなくなったりとか、いろんな不具合がね生じていて結構しんどいよね。もう壊れるものも時間の問題ですね。そうですね、本当に時間の問題だと思います。いつ壊れるかなっていう形ですね、はい。そして2つ目がカメラ用のマイクです。これに関しては、海とか風の強いところに行くと音を現在のカメラでは全く拾えなくて、皆さんにも不愉快な、ね、思いをさせることもあるかなというところで、一つ目に言った僕たちが新しく買いたいカメラなんですけど、そのカメラにはマイク端子がついていて、小型のマイクをカチッとつけることができるんですね。そのためのマイクが
欲しいなと。そちらには風防がついているので、風の強いところでもよりこう音がきれいに拾えると思います。そして3つ目が編集用のパソコンです。これは津田のパソコンなんですけど、津田が使ってるパソコンが Air で、メモリーが 8GB で、まあ動画を編集するにはものすごく足りないスペックでこれまで編集してきているので、結構びっくりされますね、これで編集できてんの。そうですね、でも分かる人なら分かると思うんですけど、そしてこれら必要な機材3点の合計が約31万1000円となっております。そして旅企画5000と、必要機材3点の合計と、クラファンの手数料とリターンにかかる費用を合計させていただいて60万円プラスとさせていただきます。そのネクストゴールの詳細については概要欄にありますクラウドファンディングの僕たちのページから実際にご確認いただければ幸いです。そしてさらにこの度売り切れが続出していた大塚の手作りアンバー枕目とラライン・サールブランド雑貨3点のリターンの代行を大幅に追加させていただきました。それプラスですね、1000円からご支援することができる、旅よろじに屋台飯をおごりたいというリターンも追加させていただきました。なので、そちらのリターンの詳細についても、下の概要欄の、リンクから見ていただけると、助かります。繰り返しになりますが、いつも僕たちの旅を応援してくださりありがとうございます。そしてたくさんのご支援や拡散などクラウドファンディングに協力してくれた皆様、本当にありがとうございます。ありがとうございます。皆様の支援によって行けることになったこの中南米の旅、絶対に楽しい、充実させたものにしてみてます。当初の80万円という目標は僕たちの想像以上の速さで達成することができました。ただこの中南米の旅をより充実させて楽しいコンテンツをお届けするために、引き続き皆様の応援やご協力が必要です。ですので、これからも応援、拡散、支援、どうぞよろしくお願いします。お願いします。